今日画質悪いですね。僕があんまイケメンに映ってないですね。さあ始まった。あのね、さっき今日ちょっと終電が長くてね、今僕がめちゃくちゃ走ってきたら、はあ、ちょっと息が切れとって今主任もね、コンビニで飯買っとってさっき置いてきました。だからとりあえず僕一人で今始めよう思って、どうやろねっていうな感じで、僕も今めちゃくちゃしょんべんしたすぎて、もう喋るとかの前にねしょんべんしたいし、今日も酔うてるしね、ほんでね、いやー、酒飲むぞ、酒、酒飲むぞー。やい、はい、赤井くん、あ、赤井くん、あれか、なんでそんなに大きくなっちゃったののやつ、それ赤い秀和的なね。よっしゃ、喋るぞ喋るぞ。みんなちょっとコメントしてください。よし、あれ、自分に酔ってます。僕は行っておいでよ。どこに、あ、トイレ、トイレ、オープニング行った瞬間ほんまにすぐ行くからね。ちょっと待ってね、りょうさんもう来てるよ、すぐそこにいてるからね。もう時間の問題で入ってくる、時間の問題で。しゃあ、昨日もね、昨日仕事休みで、まあいろいろ昼間とか夜しとって、夜ちょっとねパイセン方と合流して、でワインを2本とあとカロリーを100本ぐらい僕飲んで、で今日に限ってもカロリー100本ぐらい飲んできました。僕ベロベロで今大体何喋ってるか全然わかんないです。はい、ケータ一番かっこいいやん、まあ、これに関して僕しかいないんで一番とかない、うん。ケータグイはとりあえず無視をして、裏盛り上がってるよ今。裏はチース言うて今日はコメント2000いきたいね、確かにね。みんながでも大体これ大体4000人とかみんな一瞬来てくれるから、これが大体5人、ん ?1 人 5個コメントしてくれたら2万コメントいく計算なんやけど、でも大体1500しかいかないってことはみんなサボりまくってるっていう、このわかるから、これみんなのせいやね。俺が思んないとかじゃなくてみんなが悪い、うん、そういうこと。しかもね、ちょっと汗かいてきたし、ちょっとそろそろオープニング行きたいっすね。オープニング行っていいですか。あ、行かへんねこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よっしゃ、はい、帰ってきました。僕トイレ行ってきました、すいませんでした、ほんまに。ごめん。ほんまにね、こんな番組多分ね、初めてでしょうね、多分ね。しょんべん行ったまんま帰ってこうへんしね、チャックも閉めんと帰ってくるし、なんかごめん。みんな気取り直していきましょうか、じゃあ。なんか今日でも画質悪いっすね、なんか気持ちいいっすか、僕の顔が汚いとか。なんかもう今日あかんわ。お前ね、真面目にやります僕、うん、
しゃ、そういう時は、じゃあそういう時はね、確かにね。うわー、さあ皆さんどんどん話題振ってください。僕特にあの何もない人生生きてるんでね、僕大体喋ることないし。お前さ、ケイタ顔色悪い、多分これ画質が悪いって、ほんまに。だから俺そんな顔色今日は多分大丈夫だと思うけど、スマホだけど珍しく画質いいよ、多分こっち側だけなんかな。じゃあどうなんやね、俺の顔が多分悪いから。うわぁ、りょうくんの声じゃなくてショッツの笑いが多分両方いける。ケータは自虐的ね、多分ね、僕自虐するぐらいしかネタがないんだよ、ほんまにね。りょうさんは来るよ、あいつ多分どっから一回酒いっぱい引っ掛けてから来るからね、ちょっと待っといて。あの人ほんまにね、酒飲まんと何も喋られへんから、まあ、顔だけがほんまに男前やっていう、多分人生だいぶ救われてんねんけど、それ以外多分俺より多分勝ってるとこは多分一個もないんちゃうかなと思って。今日いいよ、ありがとう、俺も今日いいよって言おうと思ったし。確かにね、今日プレゼントないし、俺にプレゼントがない、プレゼントが。夜遊びを楽しくする目的です。はい、ニコナイト、にっこりした夜を迎えるってことで、ニコナイトね。この前初回行った時、ケイタにもっと絡めばよかった、ほんまにね、もっと関わってほしかった。確かにいろんな意味でね、ちょっと絡んでほしかったけどね。りょうさんが酔っ払うことある、りょうさんほど酔っ払ってだるい人いないし、りょうさんほど酔っ払いやすい人はいない。ケイタが一番、俺もお前が一番で、めっちゃ好きやろ、ほんまに。優しそうだけどね、日本語ちょっと間違ってんで、優しそうやけどね。今日はりょうさんなしでいいよ。確かにね、わかるわ。りょうさんだけはマジでいらへんし、ほんまに。あいつほどなんか使えない人材いないっていうか、なんて言うんだろうな。ほんまにね、今日は僕ソロで行きましょうか。じゃありょうくん今日来おへんね。今日はりょうさん潰そう。多分もう潰れてるよ、あいつは、ほんまに。いやね、昨日もなんかカンガルーとか鹿とかカモとかウサギとかの肉を食べてきて、まあまあまあだったかな。ケータ大好き、俺も大好き。ニコ生とテンション違って絡みづらかった。確かにね、僕店とね、ニコ生だいぶ雰囲気がちゃうっていうか、なんだろう、ニコ生は最悪ちょっと何しても許されるみたいな、僕結構緩い感じでやってるんですけど、店ではちょっと一応ね、みんなの目気にしちゃうんですよね、僕ね。だからとりあえず多分ちょっとちゃうかもしれない、店とニコナイトが。ニコナイトが本当の結構自分をさらけ出してる感じやから、これはやっぱ分かってほしいね。ソロで1時間行ったら、でも僕ね、もう大体喋り疲れて明日口が口内炎になるっすよ、多分ね。うさぎ、めっちゃ動物食べたね、食べた。結構僕動物愛護的な結構人間なんですけど、なんだろうね、ウサギも小学校の時飼っとったし、まあカンガルーも一時期お腹の中入ってたし、なんだろう、カンガルーの肉は結構パサパサしてて、ちょっと結構高タンパク質的な結構いい肉やつって、なんか美味しいかったっすけどね。美味しいかった言うてもたしね。ウサギは野生をたまに食べます。ケイタがぶっこぼうとして、もう遮るから、量嫌い。俺もめっちゃ嫌いなんですよ、あいつ。うわぁ、来たぁ、おい、何や、何や、さくら、嫌いが、嫌いが言ってるやつ。お店のケイタ面白い、よくやります。ありがとうございます。喋りすぎて、口内炎やばいよね。あ、日本酒です。なんでベルチ飲んでんの。あ、ベルチは、あれっすね。インスタのお肉は何の、あ、それインスタがね、あの、カモ、豚、牛、鹿のハツかな、5種類の盛り合わせみたいなの食べて。何の話したの。肉、あ、肉、昨日 の, あの肉、昨日お手紙もらいました。わ、え、俺ないっすか。あ、ほんまや。いや、悪口全部聞いてたよ、悪口。しかもこれ、あの、なんか入ってるあれな感じありますか。いや、それ、あの、ニキビクリーム、ニキビクリーム。まだニコライトだったらみんな画面越しに分かってへんかもしれへんよ、それ。いや、結構分かるよ、あと俺、あの、唇荒れてることさえバレてるから。お、何来たこれ。え、もうプレゼントに困りすぎて俺のプレゼント雑っちゃう。え、リンゴの普通の飴じゃない。え、俺のプレゼント
雑すぎやろ。なんかもうちょっとなんか、まあ嬉しいんやけど、リンゴめっちゃ好きやしね、今日の色に合ってるし、確かにね、純米語はケータ好きだ、うん、俺あんまお前のこと好きちゃうわ多分。カンガルー筋肉量、筋肉質で硬そう、確かにね、俺と多分どっこいぐらいやった。悪口言われてたよ、りょうさん、確かに、ね、悪口しかないしね、いいとこないし、最悪最悪だな。ケータコナンになりたい、真実はいつも一つ。いやいや、それコナンじゃないか。手紙来た、来ました、りょうさんや、おお、悪口言ってたよ、言った、りょうくん、毎回手紙来る、早い早い、読んでる読んでる、早いわ。りょうさん、ポッケから何出した？僕は財布と携帯にしました、財布、 MDMA とシャバ、いや、最悪じゃないか。財布と携帯出しましたよ。ある意味リンゴ飴ってどういうこと、分かりづれえわ。どんどんプレゼントが雑に確かになってきてるね。この前はライオンとシマウマ、馬、あ、馬か、食べてね、あ、普通、まあ、もらったもんね。いや、食べるもんじゃないじゃん。え、ライオンとシマウマ食べれるとかあるじゃん、だったら。あ、ライオンは僕結構好きなんで食べないんですよね。いや、そういう問題、うん、前回北海道だった、まあ、北海道に比べてもちょっと下がったよね、飴一つは多分。俺眉毛まだ黒いんか。確かにね、僕全部拾いますよ、とりあえず。わら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 、ちょっぴー、売れいいの、あ、まさかのお嬢さんね、学ぶでしょ。捕まってねえから、捕まってねえよ。確かにね、嬉しいよね、 MDMA は結構好きですよ、僕は。なんでお前ジュース飲んだ。あ、でも日本酒もありますよ、 MDMA。 僕結構週2ぐらいでやってるんですけど、どうだろうな、やっぱでもシャブの方が結構決まりやすくて、うん、MDMA とかね、ちょっと錠剤チックな感じがあんま好きじゃないっていうか。この話あんま広げてもなんかあんま放送に良くないと思うんでやめます。ケータ頑張れ頑張ります。りょうさんの眉毛がまだ黒い。あ、眉毛でもみんな元から黒いからいいんちゃう、うん、安定の赤。ケータマジ実物の方がかっこいいからみんな会いに行って。めちゃくちゃなんか嬉しいね、すげえいいやつだよな、多分心が綺麗、すごい。僕のこと応援したお金使ってもらってもいいですか、お願いします。ライオン食べれます、食べれるけど食べたらあかんよ、ライオンほどいい動物いないし、ライオンは絶対食べたらあかん。ケータこの前刑務所で見たよ、刑務所はまだ入ってない、少年刑務所やったらね、まあ行きそうになったことはあるけどね、少年刑務所ね。まだかわいい、かわいいよ。りょうくんのお財布は、まあ、中地味ですね。いや、地味中ですね。あ、そうっすね、地味中、りょうさんの分け目変だよ。ああ、マジで思うわ、りょうさん自体あんま好きちゃうしね。お前ただの今日悪口しか言ってない。次はミンテ、直んねえし、ミンテ一粒やったら紙絶対入れたらあかんやん。前回ワイン、あ、もらっとったっすね、ワイン飲んだ、確かに。あ、ワイン全部飲みましたよ。おすげえな、通報しました、まあ、されました。なんで通報したの。ケータから安定。ああ。まあね、地味中ね、地味中、あのね、もともとボッテガ使ってたけど、ベロベロになりすぎて全部引きちぎってしまったんで、引きちぎれないやつをね、うわ、そしたら地味中になりました。りょうさん雑誌載ってたね、ほんとありがとう。何のやつかな、 あんま見たらあかんね、そのページだけ切り取って。ちょっと待って、僕オレンジでした。あと色的な肌でしょ。オレンジ色、ありがとうございます。お、ライオン食べました、どんな味でした、ライオンって。絶対食べたらあかんねんけどな。ライオンは羊みたいなんで、羊みたいな。そのページだけ燃やしましたって、こらえ。面白いけど。まあでも俺と同じことしたよね、じゃあね。ジミーチュークで、ケイトさっき警察来てたよ。なんでなん、俺何の容疑で捕まったの、今回。わかんないけど。乾杯しましょう。今日もよろしくお願いします。イエイ。ストロング。なんで日本酒ついたのに。いや、ついでとか言ってねえし。じゃあ、いや、もうジュースじゃねえか、お前。いや、だってそんなついてるついてないの話をしたら僕はついてるっすよ。いや、もう勝手についてだけだろ。お前が勝手についてる。イエーイ、乾杯。いや、お前ジュースじゃねえか、お前。いやー、ウェルチもらうとかウェルチいいよね。いやいや、多分カズラザルクス聞こえてねえし。マジウェルチいいんだけど。いや、うるせえ。そのリボン、カルベンに借りてきた。いやいや、俺のだから、ね、枯れてるの気づかなくて気をつけてきましたってびっくりしたし、消えた、米拾うなよ。いや、ほんまに俺が二度と喋らへんからな、りょうさんだけじゃマジで思んないから。うるせえ、どうすんねん、うるせえ、バラすな。私にもお財布買ってんの、それは自分で買おう。人に買ってもらったら金たまらへんって言うしね。あ、でもその人より稼いだら金たまるっていう、ね、あ、それもらった系のやつよね。買うかなんちゃうし、もらった系のやつじゃないの。おう、ケータが乗った雑誌買って即捨てますと、僕も多分買わへんしね、多分。ケータも上手くなったね、多分。それセックスの話ですか。そんなもん深い。
ケータグイ、はい、虫、ケータライオンと馬そこにあるの。あ、僕の家に飾ってありますね、これ。すごかったもん。テレビの前に飾ってある。お二人は犬派、猫派、僕、動物めちゃくちゃ両方好きなんで、間取ってたのライオンっすね。間違いないね。カルメに返せ。よくないよ。しゃあ、じゃあね、今日は早い段階できたんで入れますか。行こう。行きますか。はい、今日ゲストすごい早く来ました。イエーイ。どっち先、どっち先来る、どっち先来る。はい、じゃあトマさん。ああ。で、俺、あ、トマとケイタの石が逆やね。え、どういうことですか。これの順番で上がるやつだから。よいしょ。僕ここでいいんすか。僕ここで大丈夫です。はい、入りますか。はい、はい、ナスさんも来ました。よいしょ。いいね、この段階から揃うって相当難しいね。そうですね。うん。僕もよくニコライト見てるんで。逆の感じな。はい久々にケイタ見れたら泣きそうって、これどっちの意味で泣くんかな喜び合ってね。まあまあ、どっちでもあんまいい意味ではないよ、多分久しぶり。いや緊張する。りょうさんの、いやいやいや、無視。ライオンは猫か。そうだよね、猫だよね。無視すんね、俺のなんだよ。いや、ともやさん来てるね。ともやさん来てるね、ともにゃも来てるね。いいね。そんな拾うとこやったらもっと基本的には僕のことしか拾わない、僕はね。大事ですね。トマでも久々じゃないやったら。はい。そうよね。俺、僕この店入って5年働いてますけど、3回ぐらいしかない。だいぶなかかりたいよ。見てる人、まあまあすごいからね、こいつは。ブラックでーす。え、ブラックジョークとかそういうの。そう、そんなお前もできんな。クオリティ高いな。そのシリーズ、マジじゃないか。あ、向井治もやられてる、向井治。いいですね。そんな、僕は向井治も似てます。いや、確かに。確かに、目2つついて、鼻と口が1個ずつついてるから。大体ね。軽く流されるよ。僕はやっぱりだから小顔で、それしかも小声で言うのよ。せめてこっちで言って笑い取ってほしかったもんね。おい、白ジャケットかっこいいって言われてるよ。いいね。トモヤ男前だからね。ケータがいるか。あ、違う、こっちは。タイガーウッズやろ、タイガーウッズ。確かに。タイガーウッズ。タイガーウッズ、これしかも分からんくないっていうね。僕あの、大体性欲異常者なんでね。大体セックスしたくてしゃあないしな、お前ね。まだこれもブラックジョークね。タイガーウッズ笑ってきてる。タイガーウッズだってちょっとウケるしね、ほんまね。でも分かりやすい、紅白とね、ブラックサイダー分かりやすいね。あ、今日たまたまやね、でもね。たまたま。あんま何も意識してないもんな。間違いない。出場者、今日店行ったけど話せなかった。あ、ほんまに誰かな。誰やろ。ね、誰なんだろうね。しかも誰なのか分かんないし、しかも誰と話してないか分かんないしね、言ったらね。誰だろうね、分かんない。右2人、あ、こっちか。僕ら2人で今日紅白でやってきてるわ、ね。近い、近い。あ、何の近い。近いっぽい、近いっぽいね。近いっぽい。いや、顔の大きさ違いすぎ、これはおかしいね、ほんまに。これ今俺がマグロを作ってるから、こう、前でどけて、実際、ほら、同じ距離でやったら。いやいや、だいぶ下がって、だいぶ下がって。まだちょうどいい。肩の位置全然違うよ。同じ距離でやったら全然同じぐらいですけどね。いや、誰の顔が一番でかいか気になるからね。いや、気にならへんやろ。今日店行ったけど入り口で引き返したって。え、マジで入ってやん。ほんとだ。それ入ってやん。いやいや、これ前にもなんか、ね、なんか入りづらいっていうか、なんかあるんだよ。常にだからさ、ドア開けといたらいいんじゃないかなと思ってたけどね。彼氏がエロいんですけど、どうしたらいいですか。それすごい。それはどういう意味なんだろうな。それが嫌なのか、嬉しいのか、こっちなそのエロさに耐えられへんとか、もしくはもっと上を行きたいとか、それはどういう話なのかがいまいちわかりづらいよね。彼氏もしかしたらタイガー打つかもしれない。いや、でも大変な絶倫できてるよ。タイガー打つかも。絶倫とか超いいんちゃうかな。俺も多分絶倫よりなんやけど、多分俺絶倫じゃないからわかんないけど、絶倫はやってもやっても足りないってことなの、言ったら。いや、別にやろうと思ったらやれるかなぐらいです。ああ、そういう感じなのか、お前。テンション上がったら2、3回ぐらいはレンチャンでいけるかなぐらい。ああ、それすごいな、今。あれね、僕平均2回ぐらいです。夏はどんくらいですか。俺も7回ぐらいですね。なんや。それ絶倫や。平均ってなんてわかんなくない、そんな。難しいよね。あ、これ飲んでください、日本酒。いや。お、ナシさん好きだから毎回出てよ。おー、ありがとう。いいとこ拾いますね。なあ、まあ、ナシさんとはじめさん交代制なんでね。そうなんですよ。しょっちゅうは絶倫ですって来てるけど、これ。まあ、ぽいっすよね。確かに最近ね、あの殻脱いだから髪もめっちゃわーってなってるからね。もう一回ショッツ、もう一回ショッツって。いや、もう面白いけど、失礼だよ、お前。何の話よ。ケ
ケータ手振ってたって。そうですね。あ、それは面白いわ。別に真っ白やね、お前ね。一番ホストっぽい誰だ、トマヤさんかな。あ、俺ホストっぽい。初回モクラなんて俺多分したかな。でもケータグイ来たね。ケータ赤字に赤字で赤字で。もう一回しょっもう一回しょってたら、あれが多分あかんかったよ。ガイ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 。あ、これもうしょ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 うって言った方がよかった、これ。なんだ、しょうし。あ、もう一回ショット来たよ。あ、これお酒飲みたかったの、これも、リスナーさんからもらったものだ。ありがとうございます、いただいてます。美味しいです。どっちかって言ったら僕そっちの方がいいですね。じゃあ、クレープジュースも。じゃあ、ジュースや、ジュースやってねえから。ジュース、ジュース、ジュースって言った。ジュースはない、ジュース。それはないっすわ。そんな攻めなくてもよくない。いや、確かにね、髪が瞑想。髪が瞑想、主任かな。みんな迷っとるわね。じゃあ、ショッツの話じゃないこれ。あー、ショッツでもこの前の部屋見続け、僕めちゃしかっこいいな思ったんですけどね。いただきます。ショッツ、いやいよ。いや、あの人。いや、ニコナイト仕切ってる人、仕切ってる人。一番偉いから。めっちゃいい映画なんですか。一番偉い。アダモちゃん言うね。お前はひどいな。しかもあのニコライトでショット知らんって言ったらまたおかしな感じ。間違えました。このくだりがちょっと分かった。アダムちゃんめっちゃでも受け取るやん。アダムちゃんそれハヤトの。あ、違う。あ、それあかんわ。いや、それはあかんな。僕のツイッターぜひフォローしてください。ツイッター書いてありますか。ツイッターフォローしてほしいな。かっこよすぎて震えるカナって書いてあるよ。カナちゃん、西野カナちゃん。ああ、そういうことか。そっち系やな、名前出てくれたらね、全然 LINE するしね。ツイッター解除しましたみたいな、言わんでいいや。うん、自分の中にとどめといてや、それは。どうなっちゃうの。ピロン。いや、いちご生活じゃねえからな。あれ、罰ないかな。いや、罰はねえ、罰はねえ。とどめておくねって聞いたよ。ケータ、とどめといて。ケータ、ツイッター解除しました。ピボン。いや、丸正解だ。まあ、確かに大した内容ないからね。ちょっとしかもあの何でしたっけ、この番組さんまがやってるやつ何でしたっけ。あのなんだっけ、カラクリテレビ。カラクリテレビ。あ、あれっすよ、さんま御殿じゃなくて。いや、ちゃうあ、これね。あれあの博士とかこれあ、これあれカラクリテレビ。あー、ちゃう。いや、ちゃう博士とか出てるやつ。いや、ごっつええ感じじゃなくて、ほんまでか TV。 あ、そう今ここね、ここの揃ってそれがいいだ、それがいいだよ、それほんまにね。すごいね、ぴったりだったね。お前ね、唐揚げ金なんだよね。そうだよ。何言ってんの。だってやらへんかったらしゃあないでしょ。うん、正解はいちご成果だよね。うん、これずっと言ってるもんな、だから、ね、ちょっとケンタやってみてよ。いちご成果。赤いの着てるし、ちょうど赤いの着てました、あいつ。どっちかって白やったイメージあるんですけど。いや、ちゃうと思う。いやいいね、いいね、いいね。滑るな、これな。滑ると分かってて、やりたいほどないよね。2人のコンビネーション、どこの2人の。それ、これともこうなのか、ここなのか、ここなのか、こうなのか。結構あるしね、ほんまね。黒い人あるよし。どっち、どれだ。あ、でも、待って、出た。一応。お互い。確かにね。お互い。出てますね。急のさあれだね。どうだよね、コメントでも今日少ないんちゃうかな。どうなのこれ。まあ。テラホーマーの敵やな、多分な。ゴキブリや。バカ野郎。正解。コメントもっとしてや。ケータ楽しそうだね。大体人生楽しんでます。はい、なんかテーマに沿って話して。お、テーマいきましょうか。何のテーマする。ついに来た。じゃあ3月自分の嫁がいます。あの、離婚しました。新しい旦那できました。離婚しました。はい。どうしよっか。いや、どうしようもなくない。どうしようもない。これはやっぱ心境ってこと。ちょっと、分かりづらいな。まあまあ、なんかね、どうしようか。いや、ね、この感じ、一番どうしようか。すごい質問するな。ほんま、びっくりするわ。あ、じゃあ分かりました。定番のやついきましょうか。じゃあ、今日が会うの4回目です。はいはい、4回目。出会いは何パー。そして、まあ連絡ぼちぼち、ほぼ毎日1回電話。あ、4回目デートする。そろそろあ、この女口説きたい、付き合いたい、行きたいな、今日。さて、じゃあどこでどうやって口説くかっすね。
行きましょうか、これ4回目で毎日電話してたってこと。そうそう、もう大体結構距離は縮まって、向こうもまあまんざらでもないぐらいの感情を出してきてるけど、まだどうなんやろなっていうこの感じ。はい、まあこの感じでじゃあどうなのかっていう、行きましょうか。じゃあ誰が言いますか。あ、それも主任からする。はい、あ、俺から行くの。まさかの俺から行くの。口説きますってなったら、まあじゃあ、いやちょっとやってください。なちさんが女の子の手でいいや。今公園のベンチで座ってます。じゃあはい、行きましょうか。よくますよ、ここが。あ、女の子っぽい、女の子っぽい。これから口説くからね、もう今これ真剣なモード。こんな展開やろ、マジか。音楽変えます。音楽変える。アイラまずアイラン曲とかやる。マジかよ、4回は。毎日電話、ただのストーカーなのかな。うーん、なんかね。そんな急な展開からなる、言ったら。これ結構難しいじゃん。ゾッとするわ、こっちに来ると思ったら。丸バツ出さなくてもいいから。丸バツか。丸バツじゃないですよ、これ。丸バツ出さなくてもいいよ。確かにね。丸。確かにね。分かる。対応やってもらっていいですか。長いっしょ。じゃあちょっと待って、2番目にして、2番目にして、取れてよ、取れてよ、取れてくる。これですよ、ほんと悪いやつや、めっちゃ悪いやつや。いや、ほんと口説きだけで、もうやめよ。いや、そっちは、そっちはひどい。この、こんな分かりやすいシチュエーションで、こんなくだります。うん、だって無理やん。アドリブ苦手ってみんな来ましたよ。りょうさん逃げた。え、こんなんだって一番分かりやすいとこじゃないですか。教えて、教えて。え、こんな感じなの。めっちゃ変な感じになったやん。まあ、手洗ったらうがいするよね。俺も分かる。あ、大事。戻った。ケータは落ち。いや、俺も最後に行きたかったんやけど、なんかほんまにやんない。振りすぎか。あ、やって、4回。あ、めっちゃこう、これ来たやん。おー。え、無言だ。最初で、じゃんけん、ほい。はい、ケータ、はい。じゃあ、トメ、女子高校生や、女子高校生。ちょっと顔見ただけや。出会って、じゃあ、まあ、1ヶ月ぐらいね。そうそう。1ヶ月の間に4回会って、はい、今日で行くね。肩で行く感じ。はい、乾杯。いや、はい。これ見てさ。あ、プライベートの方がいいやん。なんか、でも今日で4回目なわけやんか、俺ら会うのって。なんだろう、出会いとか、まあ俺がナンパしたっていうのもあんねんけど、もほんまにめっちゃ怖いし、まあ、めっちゃ好きやねんけど、なんだろう、まあ、こんなん改まってあんま言いたくないけど、なんやろ、うん、あんま、運命とかあんま感じへんけど、なんかすげえ、なんて言ったらか分からんねんけど、この気持ちがすごくて、なんやろ、まあ、めっちゃ好きやわ。あ、断られたしかもほんまにチューしようと思ってちょっと笑い取ろうかと思ったらマジで嫌がられてしまった。トメは絶対嫌がる。僕は比較的潔癖なんで。おかしいな、今くぼけだと思ってんがね。4回やろ。毎日電話ってなんかすごいね。でも逆にね、ケータおやすみって早田が寝るね。誰か言ってくださいよ、これ。なんで俺だけやって、今度滑ってなんかこう終わりましたみたいな、この感じ出してください。お題がありやったな、これな。結構さ、これ、際立ってる。結構いいでしょ、これ。え、お題いいんかな。え、アカウントなんか。じゃあ、いや、いいと思う。アンケートみたいなしたらいいじゃん。アンケート何の。あ、全員やって。じゃあ、じゃあ今誰の句で行くのが一番良かったか、アンケート行きましょう。はい、とりあえずみんなやろうか。みんなフォローします。フォローっていうかフィロー。うん、次やと思う。フォローしよう、フォローしよう。ちょっと待ってください。りょうさんが最初。あ、そうやな、逃げたね。そっちから行ったらこっちから順番で行こう。あ、じゃあ順番で。ちょっと待ってください。4回目、出会って4回目。そろそろ、まあ結構好き。準備できてる、準備できてる。全然できてる。準備できてる。できたら人から行ってください。準備できてる。バカ野郎。順番。お、けいちゃん、やっちゃん、今日シャンパン下ろしてくれたよ。うん、僕それで好きになりました。いいから、じゃあ付き合える。うん、しかも始まるのいきなりやな。始まるなんでだ。始まるのいきなりやな。なんで俺振られたほんと。しかも逆にびっくりしたわ、なんか。しかもここら辺の今のやつのなんかコメントちょうだいや、なんか。ケンタ可愛すぎて。なんかありがとうな。
中したがりやペータは、まあ、ゲイです。大事やね。まあどっちかって言ったらゲイです、うん、じゃあなんか段階に行ったとか聞いんが。いやそれは当たり前に来てる人にみんなに謝って、みんなに謝って、それは誰も来えへんが。うまいこと言うな。あのアリゲーターちゃうわ、誰がやねん、お前うっさいわ、お前。ゲーター笑ってんの。ちょっとあのみんなあのここで今一回会議するから CM いきます。せーの、ドン。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給1万円？簡単だな。簡単だろ。はいはいはい、はい、いやーわーわー、普通におとなしいって言われてますよ。おとなしくないよ。もうもうはっちゃけてるよ。みんなはっちゃけてるよ。赤い酸味切れてるやないか。寝起きでって。起きて起きて、全然起きます。はいはい、青いも CM 確かやりたいね。ゲイタ元気。ゲイタ元気。あ、確かさっきのも30分に1000番があって聞いたわ。すごいよそれね。30分に1000すごいな。うん、すごいねそれね。やってよ。みんな次第ちゃう。これだと俺らが自分でコメントするわけじゃないから、これ何とも言われへんし。あなたはコメントのあれでしょ、コメントの。これ今何本ってわからないですか。え、まあ、まあ、ナンバー790か。800ぐらい、800ぐらい、800ぐらい。ちょうど800ぐらい。言ってもうた。ケータ、あ、あ、ごめんなさい。あ、コメントしてるのわかる、わかるから、忍者。ケーター、強いの時、あご食いするの。あご食いって何すか、まず。こうやん。あ、これですね。どうやろね、あごがあんま出てへんかったら逆にするかもしれない。あご出てたら、こう思ってこうするから、俺。いや、あご出てる女の子、謝らなあかんねん。それ別に言われてる。まあまあ、しゃあや。そんな、だって、みんな欠点っていうのもあるし、ね、それを開き直って言えるっていうのもすげえ大事だと思うけどね。で、ケーターの欠点は何なの。まあ、肌汚いし、目細いし、自虐や、まあ、顔でかいし、なんか大したもんないし、なんかもう泣きたくなってきた。違うよって来たよ、そんなことないよ。いや、そこで違うよって言ってるかどうかも分からんしね。ほんまやね。まあ、ないね。顎出しておこうって女の子もおるしな。ないないない。まあだよ。私、顎長いです、来たほら。さっきから顎はコンプレックスって言ってる。そんなゲータが大好き。でも、それ、顎ってさ、英語で言ったらさ、1年前みたいなさ。あだ名は猪木でしたって言ってね。それが小さいから嫌われるよ。まあ、顎は1年前とかそういう意味やから、まあいいと思うけどね、俺は。あだ名は猪木ですよね、そうでした。あ、でも、キスマイの藤川って言われるよ。あ、劣化したね。ゲータ君って来てるし。まあ、俺も唇来てるしな、唇な。どうなんだろうね、まあ別にキスマイの藤川君から絶対俺の方がイケてる自信はあんねんけどね。これ言ったらコメントも上がる。上がる。炎上するからこれ。アントニアの私でも顎食いしてくれますかって来てるよ。ああ、でも逆にあのもう、どうなんだ、こう言った方がいいかな。こうちゃうの。あ、こうっすか。逆にこう、こういう声でしょ。しゃくれに謝らないかも。なんで、なんで分かりやすい感じだったの。なんで、なんで、今分かりやすく言ったじゃん。泣いてます、泣いてる。ごめんせー。絶対言ったよ、そんなの。だって今その場にあったよ、でも。なんだ、ごめんせー。そんなは言ったよ、最低。確かにね。すいません。それはあかんよ、多分ね。こんなやれと俺。はい、ごめん。どうだよね。嫌いになりました。ゾウさんのことは嫌いになっても、アオイのことは嫌いにならないで。まあね、言うと思ったけどね。そ
それどっかなんかあったら。そうですね、なんかあったいや、コメント少ないよ、多分今日。さっきからちょいちょい歌って。これからやな、これから。そう、25分やね。まだもう半分っていうか、まあもっと行きたいね。普段なんぼ困るでしょ。それ困るっすね、10人いけたら。泣いちゃう、それ泣いちゃう。え、でも今ので指名10人いけたってことは、りょうさんのお客さん10人はあれってなるわけよ。ほら、大体主任のお客さん大体アゴ出てるんちゃうかなと。どうそれ失礼よ。ちょっと、いや、みんなマジで言っちゃったみたいな顔してる。そんなことね。なんか俺、そんななんか変なこと言ったから俺。あ、でも亮さん可愛いって来てますね。可愛い。まあ言ってしまって、いや確かにね。しかもさっきからのハーレムに行ってください感バンバン出るけど、なんだろう。可愛い。いや確かにね、10人みんなアントニオだよね、確かにね。いやそれもなんだ、それもある、ね、どうなのね、ない、まさか、うん、亮さんも青に強いです、ハーレム、うん面白い。だからこれは違うよ。ナイスさんはずっと睨んでるのって聞いてる。ごめん。ああ。いや、まちゃんだ。決め顔してんのに決まりきってなくて睨んでるの見えるんだよね。いいやん。ごめんな。怒ってないで。僕の客はアントニオあんまおらへんで。どっちかさ、さんまさんの方が多い。それも失礼。怒ってない。ちょっと一回タバコ吸ってから。お前どうだよね。ケイさん短髪の方が似合うの？あ、僕短髪だって。長い方が似合うと思う。あれ最初に撮ったパネル写真ないの？あれは。いやもうなんかもうゲイみたいなってバカにされてる。すげえネックだからね、お前ね。どれのやつ？あ、アップしてる。アウェイステーション打ったら出るよ。いや、だいぶもうないっすよ。もうさすがにあと50や、1000まで。どれ。ちょうだい。普通っす。あとこっちちょうだい。ホストへ。ケイタは牧原。ケイタ。もう濃いな。歌ってないよってなんだ。それ雑い感じやめてなんか。あ、前夜のゲイだ。白井健太もいい。ゲイの感じ。ニオ。ねえよ。ニオニオ。ねえよ。あ、ニオニオ。ねえよ。この褒められると思わへんかった。確かね、ユノも似てるとよくある。東方神起のやつでしょ、ユノって。あ、そうユノも、ユノ、ユノ、ユンホって一緒でしょ。誰がゲイじゃないから教えてください。誰がゲイじゃないかでしょ。ああ。この中でゲイは誰かいるってことだって。ああ。誰やろ。どうなんだろうね、夏さん以外は多分。バカ野郎。バイでもないし、女の子です。もうゲイなんて言わないよ。笑いを出たい。誰がアントニオなんだ。気になってんだよ。ダンス頑張ってもありがたいね。え、だって元気があれば何でもできますか。元気があれば何でもできるよ。いいのもですね。今の振りはちょっと僕多分できないできるって言いたかったんですけど、どっちかって言ったら画面越しだと顔めっちゃ赤いな。僕ですか。で、こっちからそんなことないよ。顔赤いからしょ、多分画面越しだと顔赤いじゃん。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 あれ、オードリーの若林です。怒るで。お前もあんま綺麗に怒るで。オードリー笑ってよく言われる。まあまあでもね、トマはすげえいいやつだけどね。拾ってますから。先輩のことせっかく呼び捨てにしたのにスルーされる。若林出るって聞けるからな。いやでもそんなことないよ。若林の方がちょっと、じゃあ若林よりイケメンだよ。ケータ大したことなかったよ、人や。誰が一番でかいのってどういうことだろう。顎の長さだろ。まあでも俺もお前に対して同じこと思ってるしな。若林は若林やっぱオードリーってる。じゃあ誰よ。オードリーってる。いや人気だから。いや人気だから。オードリーステーション。俺のもんやもう。青いステーション潰すぞ。バカ言ってんじゃねえよ。でもこんな感じでしょ。言うたら若林のキャプテン翼だって結構マニアックです。拾いづれえわ。ピンがあるから。うわー来た。違ったかバレてないはずだよ。友が激しそうって来てる。そんなことない。髪上げてたじゃん。迷子のお知らせがあるけど誰のあれなの。おかしい、どうもとこいつに似てるって言われてるよ。心配しょすぎって言われますもん。心配しょす。いやー心配しょ。歌わないか。心配しょだよ、ほら。心配入るか入れへんかも大変。前歯のお知らせ。あ、俺の滑舌が悪すぎるってこと。前歯。若林がアントニオなの。違うよ。こうやったらわかるかな。う
業務連絡なし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 。どうなんやこの今何したら今いや、顎で出てない何がオナホスト。まあ多分僕でしょうねそんなそんなことは 俺かもしれないゲイゲイだだいたい俺でまとめたことはいいよもう別に傷つかないしね顎ないってあの人しかおらんやんか逆に顎ないってそれ真面目にね気になる気になるお前ねゲーターオナホストオナホスト最近オナホスト流行ってるけどねアゴナイトってはちゃみちゃまあいろんな意味でアゴナイトってそういう感じでしょあちょっとうまいこと言っちゃってそういう感じ逆にそういう感じになってきたアゴモンですよ新しいねアゴまあまあネオネオスーツ着て何がどうかわからないみんなアゴが足りないですよねないでシャンマコルみんなでみんなでみんなでアゴ出してみるじゃんと誰がしネオアゴ問題アゴイステーションアゴイステーションネオアゴってどういうことアゴにお任せまあちょっとディアゴみたいな言うやなやめてもらっていやそんな感覚でアゴコールはよってシャンマコラブ。おい。はいはい。あんま受けへんしね。なんだろうねこの感じ。シャンパンコールなくなりましたよ。いやどうだろう。アゴコールなくなってないやろって。アゴコール残ってるよ。確かね今日。はい。シャンパン。シャンパン入れたらみんなわーって集まって。やばいやばい。こんなわからへん。なこの普通のものにグイグイとかそういうのあるけどねグイグイは。グイ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 はあるからなんか普通になんかねあれやばいやばい集まるだけ怖いケータに目つけたあ目つきしたいがちょっと俺もさ何なんか何なんかなってそうなんだ結構目細くでもあんま入らへんねん顎をグイグイしてくれてこれこういうことだ目つきしていいんですかグイグイ逆にせえ逆にせえよ目つきしていいんですか目つきそんなにしたいからなんかごめんなそんな悪いことしたら謝らしいあ、グイグイコールチンコ出したらいいや許してくれるんだチンコ出せるんですよ、こんなあれぐらいやったらいや、顎出してくれた方がまだいいほんまに、あ、うどうだよね、うさん、エクが使ったら顎コールいや、私、顎が出てるって言ってくれたら全然いくらでも顎それはもう、あの、いくらとか言ったらそれもあの時のように出すよあの時のどういうのあの時のように出すよもしかしたらもう顎使ってるのか使わないくらいやってんのえ、顎童貞じゃないんすかでも顎、いや、顎童貞だと思うじゃないかよ私、顎卒業してるんですか顎とは一気いくらなのこんな顎で何長くなるのこれすごい、でもね顎タワーでも280からじゃん結構するなワンアゴだよ、大体アゴ削るぞって誰の話してるのそんなアゴ出てるかなえ、だから、ケータの話、誰の話してるのアゴだよ、割かしないと思うやけどな、俺だけみんな、みんな横向いてみたら、まあ、みんな横向いてるわけよわかりにくいってねまあ、比較的一番出てるのは、りょうさんあ、俺か、俺かりょうさんから出てる俺かよでしょうねレアゴーって流行ってないなんかまあどうだろうね、うん、アゴデジですねあなたアゴの女王アゴ出しアゴ出しっすねデジルじゃないですかそんな初歩的な読み間違いしますえ出るにしろって書いて出しだ出しよ出しよえ俺初めて知らなかったじゃあこれで雨にも負けてて宮本ね宮沢県知って分かったよ歴史だったら知ってますよ山…あ、山…え山形だっけ山梨なんだっけ山形ですね山形だしってあるじゃん山形だしなんかあのほら山形のだしっすねそれでもひらがなっすねあれひらがななのかいったゲイ…ゲイとどこしろしてる全員ゲイっぽいポーズするわゲイっぽいポーズそんなこと書いてあるねそうそうそう要は顎より唇が…ははうるせえ出てるわそんなもうそんな時間ないやん寂しいやん結局誰が顎出る結局誰が顎出るってそんな分かんなくない言ったら、うん、だって人間だもの誰が出るのかねあは顎をほすケータのケーラどうではケータなのか、まあ、一生懸命今ダイエット頑張ってるらしいけどねディアゴスティーニってどうディアゴスティーニおもろいっすねあの青いステーションアゴホストアゴステーションうちの店で一番アゴが出てんのは大地くんってことです大地でもセクシーやで唇めっちゃ大地でいつもスケボーでねあの書いちゃうからねスケボーで三つを大地大地来週ねじゃあ最後までいるんかね大地は友達チームだから友達チーム、はい、
色黒のクッキングパパみたいな感じですね。なんで色黒のクそれもでもまあ分かる分かるけど、いやでも本当すごい家庭的ないいやつよ。家庭的なクッキングパパだからってこと。そこに繋がんの。いや最近ですごい新人増えてきてくれたから嬉しいよね。そうなんですよね。ホストに家庭的、ホストに家庭的いるよ、そんな全然いますよ。俺とか、ホストに家庭的いるって、これ、点って書いてあるの、これ、ハテナとかじゃないの。僕、家庭的っすよ。あ、でもね、トメはね、結構ね、チームの子でなんかね、料理とかしたりするもんだったらね。すごいな、そんな、いい子でな。家庭的っす。めっちゃええやん。え、料理しないの？料理します。料理しますよ。結構多いよね、やっぱ最近ね。加えた従業員に縮みよく作ってますね。縮み作るときは、そのぐらいすごいな。縮み超得意なんですよ。りょうさん、料理できそう。俺料理できますよ、全然料理できる。タコライス一番得意、タコライス。確かに、しじみ作るの。しじみは作れへん。しじみ作るってもう、俺どっちかって魚介系やけど、しじみは作れへん。しじみな。大地ってあの人だったら分かるから。タコライス作れるんですよね、でも。タコライスみんな、ソースから作るからね、ソースから。え？肉炒めてね、カレーとか。鍋、カレーとかソースとか混ぜてね。青いキャスト増やしてこい。俺もそれすげえ分かるわ。俺の構えです。いやね、本当にね、みんなでね、キャスト増やしたらね、お金あげますよ、お金。紹介してくれて入ってくれたらお金あげます。あ、すごい。はい。これは本当です。誰かのブログ見てくれたら分かると思います。はーい。あ、トレンチ持ってるみたいな。もともとね、ずっとね、カニ道楽でずっと働いてたんでね、カニ道楽。俺の財布や俺の財布やあ、お金欲しいって言うのだね。はい、僕指名して間違いないと思います。しゃー、ナルスさん、今日プレゼントありがとう。なんかあげたんかな。あげてへんやん、火災が出たから。また金は出すんすか。まあ、ナチさん、ナチ君指名したいんだよ。いくら欲しいんやん。確かにね、ナチよく金くれるし、飯も持ってくれるしね。カニ道楽働いてたんだ。カニ道楽働いてましたよ、全然働いてたよ。主に何やってたんすか、逆に。主にどうなんだろうね。主にオーダー取ってました、オーダー来て、8匹来て、全然髪見てないよね。あ、オーダーの時何て言うんですか。オーダーの時、ヘイ違うでしょ、それは。カニ道楽やけど、オーダーって言ったんですか。違う、どっちかって言ったら、その勢いで言ってほしかったんですけど。どうなんだろう、優しい子。夏さんの財布はそんなやつ2500円ぐらいしか入ってなかった。まあ、そうやな。夏さん、お子さん、夏さん、正座ですか。えヘイトモヤさん、ダブルピースしてクロムハーツ。ケンタ、おかえり。ナスさん、腰が細い。ケンタ、コウラク、コウラクってあれでしょ。ラーメン屋でしょ。じゃあね、あれやで、渡る世間は鬼ばかりだった。エガリじゃねえよ、マジでいるよ。やらせんな、やらせんな、コウラクって来てこんな。コウラクじゃ、コウラク、コウラク。毎日芸人なんだけど。こんなこと言ったらしょうがないじゃないか。え違ったの。アホやって。トマヤさん何型？ A 型です。おい、そうだね、カクの拓造じゃねえよ。そうだよ、ね、やって本気でやってみてよ。カクの拓造じゃねえよって思う。え、もうカクの拓造に似てる春菜愛のもの、春菜愛ちゃんは春菜のものまねですよね、それ、はい、いや、やりづれえだろ、これ。トマヤさん、トマヤさん30じゃないです。今年24です。おピンクの赤、へぇ、コーラ、笑ってくれた。ケータ、部活入りなよ。部活動は僕一切入らないと決めてるんで、僕帰宅部です。トマヤさんで30歳、今年で32ですよね。そういうことする。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。まあそうですよね。あ、地方だけど、葵に会いに行きたい。お、地方の子とかね、やっぱ来てくれたら嬉しいしね。しかも地方の子大体来てくれたら、その日大体枕するっていう決まりがあるから、ぜひ来てくれたらね。ケイタタイキックやな。ケイタは何型。僕はちょっと内緒にしときます。はいはい。トモヤさん24に見えないね。正解言われちゃったしね、なんかね、まだ24になってへんすよね。ケイタは A 型でしょ、どうなの。いや、なんで教えなあかんの、しかも A。 ケイタの K がまず間違ってるから腹立つし、言わへん。来月31やで。俺昨日18になりました。ダウト、おはようございます。ホストクラブやっていけるね。あ、ほんまやね。ああ、ぜひ。ケンタじゃねえわ。せめて名前正しくしてあげて。今日も下りやんねん、それ。ケンタじゃねえわ。このケンタ下りね、多いわ。しかもちょっと、角の卓造じゃねえわみたいな感じで言ってもうたしね。夏です。
ナチ君で真ん中の黒い服、そう、あのナチ君でこの後ろの黒い服、いやそれはナチじゃん、それはナチ、ナチ、それはナチ、あそれナチで、いやー、一回 CM 行きまーす。はい、どうぞ。はい、ようこそ僕のシンデレラ。何なんですかこの未収は。今月の売上300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが当社に。ちゃうし、レッテ行ってこうじゃないですか。小さな声の歌。あ、いいですね。いいっすね。小さな声の歌出たんですか。はい、前から歌うんで一曲だけ歌います。何すか小さな歌。どういう中な歌います。小さな声の歌歌います。モンパチ、モンゴル800めっちゃいいよね。あ、行こうか。一曲、一曲なんでね。いやいや、僕ら世代じゃないんでちょっと、まあ、僕ら世代中国2000でしょ。絶対見ます。りょうさん一人で歌うんですね。俺待てる待てるです。色の宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の想いは届く、小さな島のあなたのもとへ。愛と気はない求めた手紙、息した二人互いに響く、時に激しく時に切なく、響く遥か彼方、優しい歌は世界を変える。ほらあなたにとって泣いた人ほどすぐそばにいるの。話すことなく想いは強く永遠誓う。永遠の無事と僕らに思い変わらず同じ言葉を。それでも足りず涙が変わる喜びになる。言葉にできずただ抱きしめる、ただ抱きしめる。ほら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの。ただ、あなたにだけ届いてほしい、聞いてほしいの歌。ほら、夢ならば覚めないで、夢ならば覚めないで。あなたと過ごした時永遠の星そうなる。ほらあなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの。ただあなたにだけ届いてほしい、恋の歌。ほらあなたにとって大事な人ほ
さすぐさらにいるのただあなたにだけ届いてほしい響け恋の歌ほらイベントっていうのをしてまして、それで対決でございます。トマさん、ダブルです。いやー、ね、本当にあのね、最近あのニコ生を見てくれてね、来てくれた子が、あの最近あのちょくちょく、あ、これ持ってて、はい、この対決でございます。最近ね、ちょくちょく来てくれてる子が多いので嬉しく思っています。本当にね、少なくとも 週にね、なんか 2,3 組くらいつきますよ。来ますよ。はい、初回ってはナシさん、つきますか。つくし、頑張ってわらわらしてくれてありがとう。あつくで組数って何言ってなかったの、ついてって。組数ってのは単純に指名本数でございますどうなんだろうね。アグコールも今度店来てくれたらやります。これアグコールっていう言葉出してくれたら、今日のワードアグコールでもよかったぐらいだねどっちかって言ったらね。じゃあアグコールですよ。アグコールこれもあのアグコールでしょうか。そんぐらいやっぱ分かりやすかったな。いや、まあ、アグコールじゃあちょっと長いからもう、あ、顎でいいっすよ、顎で。顎って感じだけます。ああ、わあ、もうこんな時間ない。顎、顎って言う前だ。1分か、1分で顎から1分、60秒前。え、早い早いよ。こう、野村さん何組。まあちょっとワニっぽい感じのね。え、こういう顎ってこういう感じじゃないの。おお。おー、あの、ちょっと違うっすね。違うんかい。うん、左か5ではないっすね。うるせえ。口二つぞ、口二つ。顎です、顎です、顎です。あ、もうこれで15人は切れたわ。はい、確かにね、顎が大変のじゃ、もう話にならなし。まあ、顎か対決って言ってくれたら、あのキーワード言って90分1000円で。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、じゃあ、はい、ぜひね、皆さん今後も僕らお願いします。そう、はい、僕このワードだけで今日絶対書きたくなかったんですけど言われて書きました。お休みの中、確かにね、みんなお休み。はい、来週もね、よろしくお願いします。来週が多分最後ね、今月最後、3月最後になるんでね、3月は来週もよろしくお願いします。イエーイ、本日もありがとうございました。ありがとう、みんな。バイバイ、バイバイ、おやすみ。いい夢見ろよ。じゃあな、バイバイ。あごって。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。